今回のふるさと田んぼ歩き人では坂出市河津町周辺をご紹介します。最初にご紹介するのは河津花菖蒲園です。河津花菖蒲園は河津浄水場の4つのろ過池を活用して花菖蒲が植えられており、その美しさが来場者の方々を和ませてくれます。早生や奥手など開花時期の違う品種を組み合わせているので、咲き具合により移り変わりを楽しむことができます。河津花菖蒲園は河津浄水場内の施設であるため、普段は立ち入ることができません。水道週間である6月1日から6月14日の間だけ開園します。続いて紹介するのは、学問の神様として熱い信仰を集める菅原の道真を祀る黒岩天満宮をご紹介します。標高296メートル五子山の西中腹にある黒岩天満宮は、菅原道真を祭神とする神社で、学問の神として多くの参拝者が訪れています。888年の大干ばつの際、菅原道真はこの地で降雨に感謝する祈りをあげたと伝えられており、それ以降この地に祠を建て、急所として道真を祀ったとされています。1692年の干ばつの際には、河津の高松藩士山口左衛門が降雨を祈願、見事雨が降ったことから祠を改築し天満宮を創建したとされています。神殿につながる参道脇には多くの梅の木が植えられており、2月から3月にかけて梅の花が満開になります。続いてご紹介するのは、黒糖一口まんじゅうや名家さぬき富士などが境でブランド商品として認定されている高田一福堂をご紹介します。大側川のすぐ南側にあるお店にお邪魔して、店主の高田正弘さんに話を伺いました。まずですね、こちら高田一福堂さんなんですけれども、はい、もう創業してはどのぐらいになるんですか？創業は昭和3年に、はい、うちのおじいさんが丸亀の方でしてて、うん、でいろいろ丸亀だったんですね。でそれでこう戦時中ですからこう、うん、避難してきて、はい、ここのこの河津に来たのは昭和27年に現地にここ一福堂ができました。まあ、こちら高田一福堂さんという、まあ、店名なんですけれども、はい、なんか由来ってあるんですか？昔おじいさんとか、まあ、お父さんにも聞いたら、うん、ここも今広がって道が広がってますけど、はい、ここってもう一本道で、あの徳島の相模津までつながってるん で、ね、うん、そちらからこう境出の方へかこっちの方に来る方が、まあ、昔ですからあの第八車ですか、はい、歩こうしながらやってきて、でちょうどこの辺りで一服するのに、あのここ千段の木があって、ここ川がこう あるじゃないですか、はい、大側川が、はい、ここでちょうどあのお餅屋さんがあるぞというんで、まあ、気軽に一服してほしいなっていうんで、うん、一服堂ってつけたらしいです。もうそれから70年以上ってことですね。そうですね、はい。でこちらのお店としてのこだわりってどんなところでしょう？そうですね、あの、まあ、小さいお店なので、うん、あの、まあ、僕らとかお父さんとかおじさんもそうですけど、あの全部手作りでしてます。なのでお餅つくのも、まあ、お餅は機械でつくんですけど、はい、それ取るのも手で取りますし、うん、いっぱい商品あるんですけど全部手作りでこだわって作ってます。そしたら愛情のこもった手作りのお店、はい、ということですね。でこちらのですねお店の中で境出ブランド商品いくつかあるようなんですが、はい、どういったものがございますか？あ、結構ありますよ。あの黒糖まんじゅうから始まりまして、はい、あの後ろにあの飯の山って、まあ、さぬき富士と呼ばれる山があるんですけど、うん、それにちなんだ名家さぬき富士とか、あとあのレモンケーキもあの若い子に結構人気になっております。それとここに今商品が少ないんですけど、あのどら焼きも、はい、なってますんで、まあ、うち5種類ぐらいあの境出ブランド置いてます。それではですね、最後に一言テレビをご覧の方にメッセージお願いできますか？あ、はい、
まあ、この道沿い、相模線沿いにありますけど、あの小さいお店ですが、美味しいこだわりのお菓子を作っておりますので、ぜひお近く来たらお立ち寄りください。お待ちしてます。河津町の讃岐富士のたもとにある高田一福堂、すべて手作りで作る真心こもった和菓子をぜひ一度ご堪能ください。それでは最後に今回ご紹介したスポットのおさらいです。まずは河津花菖蒲園についてです。坂出駅から路線バスで約10分、堀口院前で下車し徒歩約3分、お車でお越しの際は坂出インターチェンジから国道438号を経由し南へ約 1.5 キロにあります。無料駐車場は約25台。なお河津花菖蒲園は河津浄水場内の施設であるため、普段は立ち入ることができません。水道週間である6月1日から6月14日の間だけ開園します。ご注意ください。続いて高田一福堂についてです。坂出駅から相模線438号線を南に進み、大速川の橋の南側にあります。なお駐車場はありませんので、お車でお越しの際はご注意ください。それでは今回のふるさと田んぼ歩き人、いかがでしたか。今回は坂出市河津町周辺をご紹介しました。昔の写真や動画、そして懐かしいエピソードなどありましたら、FM さんまでご連絡ください。番組内で紹介したいと思います。それでは次回も坂出市宇多津町内のどこかの町を紹介します。お楽しみに。